2017年2月土下座カフェ日本酒を深い1回目特別編2本目これ宮内くんが持ってきてくれた隠れています。お誕生日の時のやつですか、ね、これもじゃあ祝い酒的な感じですか。なんですかね。いただきます。うん、爽やかな香りですよ。あら、かわいい。あ、すっきり。あ、めちゃめちゃすっきりする。普通に日本酒って感じだよね。うん、でも飲みやすい、すっきりで、うん、超淡麗 100% 使用。あ、超じゃなかった。こし淡麗、越淡麗、米の名前。淡麗に仕上がる米なんですかね。アルコール分 15%、 精米部合 55%。 隠れ色め、米本来の味を重視しながらも軽くソフトに仕上げ、飲み飽きしない純米酒。香り柔らかく、味わいは優しい甘みと膨らみのある旨味が調和した一本です。酒造りに最も適した巻畑山伏流水仕込み、仕込みによる新潟県塩沢の地酒。え、宮地さんって新潟なんすか。聞こえてない、聞いてない。話に夢中だ。新潟のお酒みたいです。これ飲みやすい、うん、サクサク入る系ですね。辛いは辛いけど甘みはあんまりないですね。結構なんかスッとすっきりしてて辛いの。でも辛さもそんなにきつくない、うん、飲みやすい。うまい。肉団子もうめえ。肉団子もうめえ。焼いてあるから香ばしいですよね。ね、うん、こういう焼いたとこあるな。うん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 。焼いてあるところが美味しい。OK、じゃあ一つ片手で表してください。はい。一、せーの、ぽい。お、4。美味しかった。他人の誕生日のもらい物だからな。美味しかったですよ。終わった。はい。はい、タイトルコールして終わりにしましょう。はい、2017年2月道玄坂カフェ日本酒深い1回目特別編2本目でした。